明けましておめでとうございます。松優です。お正月は初詣に南千住にあるスサノオ神社に行ってきました。スサノオの荒々しい絵がちょっとこれかっこいいですよね。ちょうど神楽殿では地元のおじさまたちによる相撲甚句が奉納されていました。少し聞いてみましょう。36件かけ渡し、はい、そして毎年恒例おみくじを引いてみたいと思います。私は結構おみくじが好きで行くと必ず引いてしまうんですけど、はい、8番、何でしょうか。気になりますね。皆さん当ててください。はい、中吉ですが、中身はいかに。これまでの幸福があるのは神の恵みと祖先の守護によるものなので、安心せず自分も人も尽くしに世のために尽くせばよ、良い運、盛んによそを嵐に降っても自分のところに身元も幸い大志だって。大吉ではなかったですが、いい年になりそうです。よく読んでみるとですね、なんかすごいいいことしか書いてないんですよ。ちょっとご覧ください。なんか中吉だけど書いてあることがすごくいいから、これお持ち帰りします。そしてちょうど獅子舞と遭遇して頭を噛みついてもらって、神様をつけてもらってきました。厄除けラッキー。はい、これも誰だか分からない。明けましておめでとう。ということで See you soon、また今度、今年もよろしく。